小林、この時代どう生きていく？そうですね、まあ、私はこの滋賀創生編集部として滋賀県がより住みやすい町になっていくために何か自分にできること、いや自分にしかできないことをやっていきたいですね。なるほど、気持ちは同じや。俺にはこのカメラしかないからな。このファインダーを通して見たありのままの世界をみんなに伝えていきたい。みんなが目を背けるようなことからも俺は逃げずにこの町の未来と向き合っていきたい。私もこの町の未来を一緒に見つめていきたいです。演劇してんの今？何してんの二人で？なあ、いつもと様子がだいぶ違うよね。二人とも遠く見つめて、どこ見てんねや二人で。それいやいや、ちゃうやん、なんか次の特集ネタ見つかったんか言うてんねん。もちろんですよ。え？未来と向き合ってますからね。より良い未来を作るためには避けては通れない大きな社会問題を特集したいと俺のカメラが言うてます。まだやってんの自分？いつまでその感じで喋ってんの？ふうやらへんねん。何やそのキャラ、何やその大きな社会問題っちゅうのは。原田カメラマン、もしかしてあれですか？そう、 SSKK や。確かにSSKK は我々の生活にも関係してきますからね。 SSKK について考えていかないと滋賀県の未来はないですよね、編集長。いやもう何言ってるか全然わからへん。何なの SSKK って？ SSKK 少子高齢化問題ですよ。いやそんな略し方せえへんやろ。初めて聞いたわ、 SSKK 少子高齢化問題って。いや確かにね、この国はその少子高齢化問題大きな問題になってるよ。それ滋賀県にとってはどうなのよそれは。でも全国的に少子化がまあ問題になってますけど、実は滋賀県の出生率は人口1000人あたりで 8.3 人でして、なんと全国5位なんですよ。おう、昨年も滋賀県内では1万1350人の赤ちゃんが誕生してるんです。ということはそれ多いということやね。そうなんですよ。おお、あんまり滋賀県そういうイメージなかったね。滋賀県は昨年平均寿命が男性は全国1位、女性は全国4位になったし、高齢者が元気なイメージが強かったですからね。あ、そうですね、もちろん高齢者の皆さんも元気なんですけど、まあ、滋賀県はそれだけじゃなくて、なんと15歳未満の年少人口割合は 14% で全国2位なんですよ。あ、若い世代も多いということか。そうなんです。おこれからの未来を担う子どもたちが多い県なんですよ。だから SSKK 少子高齢化問題を解決するためにはまず子育てしやすい町づくりが重要になってくるんです。今ちょっと自分で危なかった。危なかった、それなんかごまかそうとしたよね。いやいや、そんなことないです。常に思っていることです。ほんま？はい。あ、なるほど。じゃあ今回の特集、子育て、これをテーマにしましょうか。小林、なんかいい取材先ありますか？ありますよ。これね、長浜市に子育て中のママさんのための施設、子育て応援カフェっていうのがあるらしいんです。よし、じゃあ今回の特集はそこでいきましょう。 SSさあ、長浜市にあります子育て応援カフェ、これ一体どういうとこでしょうか？これがですね、子育て応援カフェロコという名前で、まさに子育て中のママさんのために作られた素敵な場所でした。ぜひご覧ください。どうぞ。今回ご紹介する子育て応援カフェロコは長浜駅前にある複合商業施設駅町テラスの中にあります。子育て中のママを応援するためのカフェだということですが、一体どんな施設なのか代表の宮本さんに聞いてみました。エンジョイザマミーライフというのを、合言葉にしていて、お母さんたちに思いっきり子育てを楽しんでほしいという思いで作りました。子育てに特化した、施設が充実していたりとか、いろいろなサービスがあるっていうところを作りたかったので、はい、作りました。普通の飲食店ではあるんですけど、まず入り口のところで靴を脱いでいただくという形になります。第二のお家になったらいいなということを思っているので、本当に実家にで過ごしているような空間を心がけてます。であとはやっぱり施設もおトイレとか、例えばお昼寝用の布団であるとか、そういうものはしっかりお母さん目線で準備をしてますので、お母さんたちが過ごしやすい環境にはなっていると思います。実
はこちらのカフェはオープンにあたって長浜市在住のママ100人にアンケートを取り、意見を集めてママたちのこんな場所があったらいいなという思いを形にしたそうです。お子さん連れで、とにかくまあ外出しやすい設備が整った場所っていうのと、安心安全に過ごせる場所、周りの人に気兼ねなく過ごせる場所っていうのが欲しいという意見が圧倒的に多かったです。現在こちらのカフェスペースをメインで運営しているのは副代表の桐畑さん。桐畑さんはもともと保育士だったことを生かして、未就園児を持つ親子が定期的に集まって交流を深めるサークル活動などを行っています。参加しているママたちに話を聞いてみると、子供連れてランチしたりとかいろんなイベントされているところってあんまり少ないので、いつも利用させていただいています。子供がとにかく自由に動きやすいし、目離すこともできるし、そうですね、雰囲気がなんか温かい感じも子供にはいいのかなと思います。カフェスペースはママたちに大好評のようですが、この他にもママを応援するためにこんな授業も行っているそうです。就労と起業に関する支援をさせてもらっています。就労の支援では女性の働く応援プロジェクトということで、セミナーであったりとか企業見学ツアーであったりとか、これからは合同説明会にも挑戦しようと思っているんですが、そういう働くにつながるようなサポートをいろいろしています。あとは毎週月曜日にマザーズジョブステーションさんの出張所ということで個別のお仕事相談ができるのと、月に1回働くを考えるセミナーということで、滋賀県さんより解説をしていただいています。企業支援のところでは長浜ジョブカフェ事業ということで、自身で事業をしたいとか活動をしたいという女性をサポートできるような、セミナーが中心になるんですが、そのようなことをしています。すべてうちの事業はお母さんたちの声から事業を展開しているので、お店に来てくれるお母さんたちの悩みを聞く中で、働こう考えているんだけどどうやって一歩を踏み出したらいいかなというようなお声をいただくことがたくさんあって、それをなんとか形にできないかなということで少しずつ事業を広げていきました。市が全部が子育てしやすい場所になったらいいなと思います。さあ、ということでスタジオには子育て応援カフェの副代表を務める桐畑さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、 VTR 見ていただきましたけど、お二人どうでした？いや、すごいお店がこう明るい感じで、皆さんがこう楽に過ごされてる感がすごくあって、ママさんには嬉しいね、スペースですよね。だからそのアンケート取ったとか言ったはずじゃないですか、100人 ね。だから本当にだからママさんたちが求めてるものを作ろうという、そういう思いなんかも伝わってきたし、就労支援とかね、すごいよね、企業セミナーとかもやっておられるから、そこまでやらはんねやから、でまだ同じような人たちがこう集まるからさ、なるほどな、なんかこうお互いのこう、分かち合ったり仲良くなったりとかして、悩みがね同じやったりとか、コミュニティができてね、そこでまたね、すごいいい、まだ子供いい品2人が言うてんのか、ね、なぜおっさん2人に聞いたのかすごいいいと思います。そこは謎ですけども、ね、桐畑さん、ね、実際こうやって利用されてる方の声とかはどんな声が上がってますか？やっぱりそういう場所が欲しかったっていう人が多くて作ったところなので、すごい喜びの声をいただいたのと、LINE でランチの予約をいただいてるんですけど、その LINE に少し感謝の文も付け加えていただいて、こんな悩みがあったけど一歩前に出せたのはロコのおかげだよっていうような、もう本当愛されているようなメールをいただくことが多いので、なんかそういう、そういうな声をいただくと、やってる側もすごい嬉しいですよ ね、そうですね、めっちゃめちゃ嬉しいですやりがいもあるでしょうしね、そのたくさんこう利用いただいてると思うんですけども、その気に入ってこう利用される方というのは特にどういう点を気に入られてるんでしょうか？やっぱり外出するときにこんな不安があったりとか心配事がたくさん子どものことを考えるとあるんですけど、その不安事がない場所なので、例えば子どもがこう走っていってもぶつかるようなとこがないとか、眠たくなったらお布団が出てくるとか、座るときにはちょうどいい高さの椅子があるとか、下に這いずっても全然汚れないような靴を脱いで入る場所であるということで、すごい喜んでもらってます。
ます。おっさん用のそういうスペースないんですか？あります。僕も行きたいですよね、僕らも。それもだから全部そういう声があって、はい、あ、じゃあこうしようこうしようという、うん、常にこうじゃあ改良改良を重ねていって、これからもどん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 進化していくという。うんうん、そうですね。もうやっぱりあのお声を聞くのがあの近い関係でいられるので、うん、今あのいろんなこんな風にしてほしいなって言われることはあのなるべく改善できるように。まあ、僕らってね、まだちょっと立場的にわからないこともいっぱいあるんですけど、あのやっぱりこう子育てされてるお母さんたちっていうのはやっぱりいろんな悩みを抱えてらっしゃるんですよね。僕たちではわからない、結構わからないよね。生活してる中でも周りに気ぃつこたりとかいろいろあるんですよね、多分。ありますあります。やっぱ泣くもんやって思っていながらもやっぱ周りの人の目は気になりますし、こう思われてるんちゃうかなとか、うちの子の成長どうかなとか、まあ自分の子になるとやっぱ急に不安ですよね。いやけど見てたら子供たちもなんか楽しそうに遊んでたしね。うん、ほらもうカメラにアップで抜かれてた子供なんかちょっとポージングしてたよ、こうやって。たまや。かっこよく映ってはったやん。別に意識してカメラ意識はしてんやろ。まあでもそうやってあのママさんたちの交流の場としてもね、やっぱり長浜でしょ場所。そうですそうです。ね、地元の方はまあいいかもしれないけど、よそから来はる人とかもやはるし、結構最初ね子育てそんなに周り知ってる人がいないとかで不安ですもんね。そうですね。やっぱりね嫁いできたらお友達作りも初めてですし、うん、お母さんになってから友達を作るってやっぱ難しいとこはありますよね。子供と一緒ですね。あ、そういう意味でもこの場所はすごくこう皆さんに愛されて利用されてるってことですね。そしてこの桐畑さん、もともと保育士のお仕事をされてて、はい、まあ、ロコでもその経験を生かした活動をされてるんですよね。はい、そうです。一応保育士としてまあやってきたんですけど、はい、保育士というよりかはもうママですね。母になって初めてやっぱり不安ってあるんだなって思いましたね。あの先生としてというよりかは母として心配事を減らしたい、こんな風な場所があったらあの初めての育児も楽しめるんじゃないかなっていう自分の経験もだいぶ生かしながらサークル活動をしてみたりとかやってますね。うん、内容的にはどんな活動をされたり。はい、あの0、1歳児向けやと、もうあのお母さん同士の知り合いが欲しい出会いの場所としてサークルをしていますし、2歳になってくるとちょっとずつ学べることを、言葉が出てきたりとか手先が器用になったりとかしてきますので、入園するまでの間の準備期間としてあの保育園みたいなことなんですけど、学びの部分は学研さんのコンテンツを使ってしっかりと知って、その他の生活マナーとか、お食事するおやつを食べる時間があるんですけど、そういう時はいただきますして、感謝して食べようねとか、ガラスのものを使うので優しく扱おうねとか、そういうことも教えながら、まあ、初めて保育園に行くまでにびっくりしてしまわないように、いろんなお友達と出会うとか、そういう部分をあの大事にしてますね。なんかカフェですよね。カフェです。カフェの域はかなり超えて教育してますよね、しっかりとね、子供を。すごい。そうですね。まあ、それもこれもほんまに、だからこういうのがあったらいいなっていう自分の思いもあったし、そういう声もあったし、というのでやられてるということですよね。いやでも本当にその地域の皆さん、ママたちはこういう場所があるというのは心強いことだと思いますわ。ありがたいです。さあスタジオにはですね、子育て応援カフェロコから桐畑さん副代表にお越しいただいております。さあこのロコはですね、子どもと一緒でもね、こう気兼ねなく食事を楽しめるカフェということなんですけども、それだけじゃなくてこうママが活躍できる場所作り、そういったこともやられてるんですよね。はい、ママもあの子育てしているんですけど、やっぱり働くっていうところは家庭としてやっぱり話せないところなので、次は働くを応援もやっています。どういったことでしょう。はい、例えばですけど、あの県の方でやられているマザーズジョブステーションっていうものがあって、あの女性に特化したハローワーク的な存在なんですけど、それをどうしても北の方に持ってきたかったっていうのがあって、相談に行ったところ、あの出張サービスみたいな感じでロコにも来てくださっています。それであの月曜日にあの個人個別でお仕事相談を受けられる場所でもあり、月に1回そういうあの企業とか就労に関してのセミナーを行っていただいてます。え、結構ほならこう行政とかとも一緒にやったりとかはしてるんですか。そうですね、あの行政の方ともやっているのが、あの民と官からなる組織なんですけど、パートナーシップ協議会というのを立ち上げて、これまたあの女性に特化したあの働きたいなっていう気持ちを応援するセミナーを中心にやってます。
結構ほら、まあ、皆さんそういう気持ちあるかもしれないけど、うん、なんかやりたいけど、うん、何をやったらいいのかもちょっと分からへんし、うん、どうやったらそれができんのかとか、うん、どこで見つけたらええんかとかね、そう、そういうなんて、その最初の一歩を踏み出すのって一番難しいじゃないですか、難しいですね、そこをそうサポートしていただいてるってことなのかな、そうです、うん、さあということでこのロコではですね、うん、ママが活躍できる場として皆さん利用されているということで、うん、まあ、どのように活躍されているのか VTR ご覧ください、どうぞ。ロコではママたちのための企業支援としてカフェ内のスペースでハンドメイドの作品などを委託販売を行っています。現在はなんと20人以上のママがこちらでハンドメイド作品を販売しています。例えば得意なハンドメイドの作品を作るっていうことはできるんだけど、それをどうやって売ったらいいかとか、どうやって広げたらいいかとか、そういうことをやっぱり学びたいであるとか、あとは働きたいんだけどちょっとブランクもあるし、どうやって働くの一歩を踏み出したらいいかなというような相談をすごくたくさん受けてきました。そしてこれだけではなく、資格や特技を生かしたいという思いを持ったママたちがこちらのカフェでさまざまな教室を開講しているそうです。お母さんたちが資格を生かして、ヨガであるとか英語の教室であるとかダンスの教室をされていて、まあ、その他にも、ワークショップ、いろいろなお花を使ったワークショップであるとか、そういったものを開催してもらっています。この日はペーパームーという屋号で紙を使ったインテリア雑貨などを販売するママがワークショップを行いました。参加したママたちは毛糸と紙を使って手作りのクリスマスボード作りに挑戦。慣れない作業に悪戦苦闘しながらも無事可愛らしいクリスマスボードが完成しました。家では作れなかったり、やっぱりプロの方が教えてくださるアイデアっていうか、すごいオリジナルの手作りのものが作れて、すごい思い出になりました。でもやっぱり子供がいるとなかなかそういった手の込んだことはできないので、こういうところでみんなに見てもらいながら作れたのがすごい良かったなと思います。今日はクリスマスボードをさせてもらって、その前はチュールスカート、女の子がお姫様みたいな感じになれるチュールスカートのワークショップをさせてもらいました。こちらでいろいろ助けていただいて、ママね、ここのロコさんがあるから自分も頑張れるっていうのがありますね。いろいろハンドメイドとかとブドウケとハンドメイドの方とか、いろいろな、クリエイターの方がたくさんいらっしゃるので、とても楽しい場所です。やっぱり資格を取ってなかなか開講する場所を探すのが大変であるとか、集客に苦労するというところがあるんですけど、まあ、そこをうちの施設を使いながらお母さんとおつなぎするというお手伝いができるので、とっても好評をいただいてます。うん、なるほどね。まあ、なんかこうやりたいママさん結構いらっしゃるということですよ ね。なんかほら起業するっていうと、はい、うん、結構大掛かりなイメージあるし、まあなんか一歩踏み出しにくい、なんかそういうイメージあるけど、あえてなんか気軽にやっていいんですよっていうようなことをね言ってもらえると、ママさんもちょっとこう一歩踏み出しやすいし、こう挑戦できるよね。体験もいろいろできるしね、委託販売とかもなさってるからね、ちょうどいいじゃないですか。いいと思う。そんななんかこう息抜きにもなりそうですよね。そうですね、やっぱり働くっていうのは気持ちがいいことなので、はい、なんかこうキラキラしてますよね。楽しそうやったみんな。そうですよね。結構その育児されてるママで、実はこう資格持ってたりとか、なんかこんなんやりたい思ってらっしゃる方多いんですか？多いですね。例えばですけど、産休中ってヒマヤって言われる人もやって、時間が余るからそこで資格を新しいものを取りたいっていう人も、パワフルな人もいらっしゃるので、なるほど、はい、すごいですね。そういった方をうまくこうね導いてあげるとか、お手伝いしているということですね。場所があるので、なるほど。さあ、10月からですね、場所も変わってリニューアルオープンされたということですけども、これからどういうふうに広げていきたいとかあるんですか？はい、
移転した理由があって、その子育て応援カフェロコを始めようって思った時に、自治会館、地元の自治会館さんを貸していただいて、それをシェアする形で始まったので、ずいぶんあの地域にお世話になってきたっていうのがあって、あの長浜の真ん中である駅町にあの移転するのであれば、地域にちょっとずつ返していきたいなっていう思いがあって、今度はあの子育てだけでなく、あの地域の高齢者さんの拠り所っていう場所もとしてもあのしていきたいなっていうのと、あとはあの高校生さんをよくあの見かけるんですけど、あの塾に行かれる前にコンビニのお弁当ババババッと食べていかれるようなのをよく見るんですけど、それがあったかいご飯やったらまた余計にねお勉強もできるかなっていうところがあって、あの高校生さん向けにあの子ども食堂をしていきたいなと思ってます。まあ、月に1回ですけどね、せっかくカフェしてるので。すごい、いろいろ広がりますね。さあ、そんなロコではですね、この12月に再就職を考えている女性のためのイベントを企画されてるんですよね。はい、はい、長浜の地域雇用創造協議会さんが主催で、はい、であのロコが運営する形で、ママさんの自分発見チャレンジっていうあのセミナー、4回セミナーがあるんですけど、それをしたいなと思ってます。働きたいと思ったらぜひここに来てほしいなと思ってます。まあ、話を聞くだけでも何か ね、 ね、変わるかもしれないし、全然違いますね。ねえ、ママさんもいろんなことできるんだよという、まさに自分発見ですから ね、 そうですね。ぜひ皆さんね、お越しいただきたいと思います。はい、さあ、ではですね、最後に地域創生のヒントを、はい、お聞かせ願いたいと思いますけども、はい、お願いします。はい、思いを結ぶパイプ役。はあ、なるほど。どういうことでしょう。はい、そこに住む人たちと、それから地域と企業さんと、それから行政の間を結ぶあの思いを、双方に思いがあるので、その思いを結ぶ役をすることで、こうだんだんと自分たちの町をあの住みよい環境に自分ごととして考えられるようになればいいなということです。パイプ役になりたいという思いです。すごい、なるほどね。すごいよね。あの本当にそういう思いが、あの随所に溢れてて、すごい我々も伝わってまいりました。これからも頑張ってください。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、カメラマン原田の今週の一枚のコーナーです。はい、今週はですね、こちらでございますね。はい、私原田はですね、8年連続しがらきたぬきの腹つづみ大会に出場しているが、入賞すらしていないというね、写真でございますけども。ありましたね。そうなんですよ。もう今年も終わっちゃったんですけども、11月の前半にね、毎年しがらきで腹つづみ大会というのをやってまして、まあ、このようにお腹を出してポンポンと叩いて、そのお腹の音のね、こう響き方とか大きさとか、あとコスプレとかね、そんなんで競い合うという大会があるんですけども、一応我々いつも毎年参加させていただいてまして、僕らたぬきの日 PR 大使、そうで、で2人では漫才をして、はいはい、で僕はあの1人でこれに大会エントリーしてるんですか。エントリーして出演してるんですけども、まあなかなか優勝できず。あら、難しいですね。そうなんですよ。まあこんな大会ももう今年で終わっちゃったんですけども。そうなんです。今年終わったんですか。そうなんですよ。10回目でもう一区切りということで、そうでもなんかね、あの貢献したということで、なんか賞をいただいたりとかして、そうなんですよ。すごい。もし今度復活すれば、それに出れるでしょうをもらいました。ですが、なんとかまたこの大会ね、復活していただきたいなと願っております。しがらき盛り上がってほしいですね。はい、来週の一枚もお楽しみに。寒くなってきたな。エリーちゃんも風邪ひかんようにね。何？気遣い？原田、熱あるんちゃう？舐めてる。原田の半分は優しさでできてるって言うやろ。ありがとう。え、エリーちゃんこそ偉い素直やん。いや、感謝する気持ちって大事かなと思って、ウェブアミンジュでも会ってくれてありがとうを特集しています。会ってくれてありがとう。坂田工務店は大津市伊香立にある工務店だ。いただいたありがとうメッセージ。伝統的な建築様式のいい家を建ててくださいます。地域行事にも積極的に取り組んでくださっています。
子どもたちに木の時計作りをさせていただいてます。中学校の文化祭にも、伊香立中学校では文化祭でもうこれで10年以上木工体験の文化祭をさせていただいて、森があるから暮らしとつながってるんだというような、そんなことがいろんなことにお出会いしてると、そういうことまで伝わる、住まい手に伝わる、なんかそんな ところっていうのが非常に楽しみでもあり、これからまだまだ可能性があるなっていうふうには思ってますね。山と地域を結ぶ家づくり、坂田工務店、会ってくれてありがとう。今回特集した子育て応援カフェも、会ってくれてありがとうって思ってる人多いやろしな。そういう仕事しなあかんな。ファイト原田は、まだまだファイト。エリーちゃん正直すぎる、傷つく。創生編集部、次回もお楽しみに。Don't let me cry.